コサップのベビーカーのシャッフルなんですけど、ボロやフットマフがついている状態だと畳みづらいという、お客様の声があったので、ちょっと動画を撮ってみました。で、実はこれ今この状態でボロとフットマフがついていて畳まれています。で、ここにロックがあるんですけど、ここロックかかっている状態なので、まあ、これちょっとじゃあ外して開きますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。今これで、ポロもここ内側にフットマフもある状態になります。で、畳み方のコツっていうとですね、もう最初ちょっと怖いというかね、どれぐらい力を入れていいのかわからないなっていうのがあるかもしれないんですけど、もう力を入れて押していただくだけですね。なので畳みますね。よし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 。で、最後はグッて押さえながら、よいしょ、よいしょ、こう、あ、引っ掛けていただくとかかります。もうこれ、何もコツとかないです。グッて押さえるだけなんで、もう押さえたから壊れたりすることとかはないので、ぜひ上からギュッと押し付けて、こう引っ掛けて閉じてください。よろしくお願いします。